より小さいメッツ・ドジャース、29日、日本時間30日、シティフィールド。ドジャース・大谷翔平投手、29、が、出場10試合ぶりの14号本塁打を放った。動画、大谷翔平10試合ぶり14号シティフィールド初アーチ。敵地ニューヨークでのメッツ戦に、2番 DH で出場。8回の第5打席で左翼へ、14号ツーランを放った。本塁打はロサンゼルス市により、大谷翔平デーと制定された17日、同18日のレッズ戦で放って以来。9試合ノーアーチは今季最長だった。前日のダブルヘッダー第1試合では今季2度目の5打数無安打に終わり、第2試合は休養で欠場していたが、復活の1本となった。メッツ戦での本塁打は4月21日で放った5号ツーラン以来、通算3本目。シティフィールドでは初アーチ。これで自らの持つ日本人記録を更新する26球場目となった。相手本拠地で残りはローンデポパーク、マーリンズ、シチズンズバンクパーク、フィリーズ、グレートアメリカンボールパーク、レッズ、ブッシュスタジアム、カージナルス、チェイスフィールド、ダイヤモンドバックス、と、出場したことがない PNC パーク、パイレーツ、の6球場となった。チーム58試合目で14本はシーズン39、1本ペース。21年の自己最多46本、本塁打王に輝いた昨年の44本に次ぐペースとなっている。大谷の年度別本塁打、18年イコール22本、19年イコール18本、20年イコール7本、21年イコール46本、22年イコール34本、23年イコール44本。